こんにちは、速稼塾の久保です。今朝ね、動画を何本か上げて、その中にダチョウ倶楽部のね、上島竜兵さんのことも上げさせてもらいました。で、ちょっとね、誤解のないようにと思って、気を使ったつもりだったんですけども、やっぱりそうは言ってもね、受け取り方様々ですから、何て言いますか、ガーシーさんの告発を恐れてそういうことになったんじゃないかっていうふうに私が言ったというふうにね、思われた方もいるみたいですね。で、もしそうならズバッと今みたいな言い方しますんでね、そんな回りくどい言い方をしないと思います。私が言ったのはね、結局この渡辺裕之さんですか、あれもあったし、結局その人間生きていてね、疲れたら痛いことってあるわけじゃないですか。誰でもね。で、そこに暴露系 YouTuber みたいな人が出てきて、多くの方がこれ熱狂してると思うんですよ。チャンネル登録したり、切り抜きを作ったり、次は誰が暴露されるのかなって楽しみにしてるんじゃないかなと思うんですよ。でもそれとは反対に、暴露されてね、もう先行き暗くなる人もいるんですよね。で、その行く先にもしね、生きることをやめてしまうっていう決断があるとしたら、暴露っていいのかな、悪いのかなっていうふうなことをお話してたんですよね。だから上島竜兵さんの話とは離れて、仮に A さんっていう人がいるというふうな話に切り替えたわけですよ。なのにA さんっていうふうに切り替えたのに、なんか私がね、まるで、暴露されたら困るようなことを上島竜兵さんがしてきたから、だからじゃないかなみたいなことをものすごく拡大解釈して、それをしかも私が言ったというふうに解釈する方がいるのは、まあ発信した私のせいだろうなと思います。ただね、やっぱりこうずっと私の放送を見てくださってる方とか、私と人間関係ができてる方っていうのは、そんな発想を久保さんがするはずないよねっていうのはもう秒で感じると思うんで、そんなことにはならなかったと思うんですよね。で、まあ、それはいいとしてね、そういういろんな捉え方があるなっていうのは、私との付き合いとか普段の動画とかを見て、私の人間性っていうのをね、どう感じるかにもよりますんで、まあ、いきなり私のことをね、目にした方が悪意を持って取ろうとすればそうなるし、まあ、こう言ったら言い過ぎかもしれませんけども、そういうふうな思いを持ってる人が私の動画を見たら、あ、こいつもそうなんだ、よし、じゃあこいつが言ったっていうふうにして責めてしまえみたいなね、な形にもなるかなと思います。もちろんコメントが書いた人がね、私に対してどういうふうに思ってるのかってことは決めつけるつもりはありませんので、まああくまでね、一般論という形で言わせてもらいますけどもね、私はもう常々ですけども、他の動画でも申し上げてるように、この上島竜兵さんの今回のことは非常に痛いと思ってるんですよ。個人的にも痛いしね、何度も上島竜兵さんの笑いによって救われましたし、ネタも使わせてもらいましたしね、私も上島竜兵さんを借りて周りの人を励ましたこともあるし、恩人なんですよ、恩人ね。で、一般的に公にも上島竜兵さんっていうのは、もしかしたらお笑い界の重鎮としてね、これからまだ10年20年30年と若手を引っ張ってくれるような、そんなね、リーダーになってくれるんじゃないかなとか、それから志村けんさんの後を継ぐものとして、ものすごく偉大な功績を残すんじゃないかなっていうふうに、まあ褒めたたえてるわけなんですよね、私も僭越ながら。ただね、その話題からガーシーさんとつなげなかったのは何かっていうと、上島竜兵さんのことは私本当断片的にしかわからないんですよ。ですんで、こういう人であるに違いないという思いがあるんですけども、あまり考えすぎるとね、上島竜兵さんも一人の人なんで、私が勝手な虚像をね、埋め込むことはないなと思ってるんですよ。ただやっぱこう、上島竜兵さんに対していろんな思いを持っている人が、やっぱファンの多いこともありますんでね、みんなが同じように上島竜兵さんを評価してるわけではなくって、さまざまな面を評価して感謝して、一緒にね、時を過ごしてきたと思うんですよね。少なくとも私は死にに夢中のことは言わないですからね、普段の動画を見ていただければ分かると思いますけども、私が憎んだり敵視するのは権力に対してなんですよ。個人に対してはないんですよ、ね、だから麻生財務大臣も、財務大臣時代には相当ねやらせてもらいましたけども、財務大臣退いてからは一本の動画も上げてないわけですよ。思いもないですしね、役割とか
その職責によっては、そう悪を演じないといけない時もあったりとか、職務遂行上それしか選択肢がないってこともありますんでね。これね、例えばね、自衛隊員さんがどっかね、活動するじゃないですか。で、今は日本ではあまり考えられませんけども、もしかしてね、国防ということになると、自衛隊員さんは、まあそれなりの防衛活動をすると思うんですよ。人を傷つけることもあると思うんですよね。そうなった時にどう考えますかってことですよね。その職務上それが仕事ってこともあったり、私たちが手を汚さない分、そういう人にそういうふうな、ね、ことを任せてるっていうところもあると思うんで、もしね、自衛隊さんのことをどうこう言うことがあるとしたら、いや、まあ、俺も一緒だなとか思うところだったり、あと上島竜兵さんがね、なんか心を痛めて今回みたいなことになったとしたら、原因は分かりませんけども、原因は分かんないんだけども、僕らを笑わせるために全ての人生を使ってくれてね、でもしかしたら疲れてしまったのかなと、としたら人を笑わせることって何なんだろうなとか、ね、笑えないじゃないかオチはみたいになっちゃうわけですよね。でお笑いの人も俳優さんも女優さんも演じる仕事ですよね。で演じた姿を私たちは見ます。それで演じた姿に対してその人個人のイメージを私たちは持つわけですよ。でも演じてない時のその人ってのはどうなのかと全く知らないんですよね。だからその演じてない時の自分と演じてる時の自分、そういったギャップに苦しむ仕事なんではなかろうかなと思いますよね。なんかね、ここまで話してきて何を言ってるのか私自身分かんなくなってきたんですけども、言えることは、まあ、上島竜兵さんの死を大いに悼んでるってことですよね。で惜しいなと思いますし、あれほどの逸材が、もう今いないと思うし、これからも出ないんじゃないかなと思ってね、ちょっとなんか惜しいなと思いますね。身内が亡くなったような感覚は正直覚えないんですよ。テレビの向こうの人ですから、関係がかなり遠いですからね。まあ、でもなんかこう何があったんだろうかなっていうふうに思いながら、全ての人に見えてない部分、見せない部分があるのは当たり前なんですけども、あるんだろうなと。だからなんですよ、暴露系 YouTuber を応援したり喜んだりするっていうのは一体誰を守って、誰を暴露してどこに向かうのかなっていうふうにね、気持ちがぐちゃぐちゃっとしたわけですよね。まあ芸能界、ね、裏社会、いろいろあるかもしれませんけども、言ってみれば私たちは全く別のところでそういうことが起きてるわけじゃないですか。特に芸能界なんて私なんてもとんと興味がないですからね、見ることもないし。だからガーシーさんが暴露系 YouTuber とか言って暴露してるところもあると思いますけども、動画なんて見たことないですからね。だから芸能人知らないから、芸能人の裏話暴露してもあんま面白くないんですよね。だから私の見えてる範囲ってすごくちっちゃいんで、テレビの向こうや芸能人の裏の顔なんて全く関心もなかったですし、これからも興味あんまりないと思うんですよね。ただ上島竜兵さんっていう方は、私が幼い頃にテレビを見ていた頃に結構ね笑わせてもらって、で人望がある人だなっていうのもなんとなく伝わってきて、そういうのを考えると、あ、もうあの人がいないのか、いないのかなと思ったら、なんかね、心から悲しいですね。悲しいけども、でも私も申し訳ないけども、悲しいけれども生きていくし、今日もね何回か笑いましたし、明日もきっと自分の個人的なことで笑ったり怒ったりするでしょうね。だからね、なんすかね、こうやってわざわざ動画を撮った私も結局、どこまで傷んでるのか自分でもちょっと分かんないですね。ということでね、おめえ変な動画撮ってんじゃねえっていうふうなクレーム受けるのもしょうがないなと思いますね、発信してる以上は。はい、というようなところでございます。本当に重ねて
お悔やみを申し上げます。それしかありません、うん、まあ、この言葉も誰かが使った言葉を使ってるだけなんでね、なんか薄っぺらいなと思うんですけどもね、ご冥福をお祈りしますとお悔やみ申し上げますでしょ。他に自分の気持ちから出た言葉ないのかよっていうふうに自分に対して思っちゃいますよ。まあ、さよなら。